にちは、かおるみと。はい、ということでおはようございます。現在朝8時です。いや、今日私4時に起きたからね。もう4時とか朝じゃないからね。全然真っ暗でしたね、シャワー浴びるとき。はい、ということでね、まあ、その早く起きて、はい、早く8時にこんなにね顔面整えてきたかと言いますと、今日はね朝ごはんを食べに行くんですけれども、まあ、朝ごはん久しぶりにフンシクを食べに行きたいと思います。フンシクっていうのが漢字ではね粉食って書くんですけど、まあ日本で言うと粉物って言うとさ、なんかお好み焼きだったりとかたこ焼きだったりとかうどんとかそんな感じなんだけど、まあ、韓国でフンシクって言うと、まあ、すごい分かりやすく言っちゃえばキンパプチョンのメニューだ、まあザ・プンシクメニューって感じなんだけど、キンパ、ラーメン、ビビンパ、トンカスもあるし、まあそんな感じなのプンシク店ですけど、今日はそこのね超ローカルなプンシク屋さんに行きたいと思います。で、私がね写真で見た感じ、私が行ってきたローカルのお店の中でもかなりローカル中のローカルに入りそうな、そんな感じの雰囲気だったんですよ。だから今日は楽しみということで、そんなねローカル朝ごはんを食べに今ここ、チョンロオガに来ております。チョンロオガっていうのが、カンジャン市場ですね、がすごい近くにあるんですけれども、カンジャン市場の中ではなくてカンジャン市場のちょっと下の方って言うのかなにパンザンシジャンってあるんですよ。ウンジュジョンとかってところなんですけど、そのパンザンシジャンの中になるので、今日は、チョンロオガ駅の7番出口から出て歩いていきたいと思います。ではお腹空いてますので、はい、しっかり朝ごはん食べていきたいと思います。それではうん。今到着したんですけれども、思った以上にめちゃめちゃローカルで、お店がねカウンター席のみですね。で、メニュー表ねちょっと見せたと思うんですけど、一番高くても金国酢の6000ウォンで、一番安いのがキンパの3000ウォンです。価格的にもかなりいい感じだし、何よりこのローカル感が私的には最高。私が入った時に角にねおじいちゃんが座ってたんですよ。お客さんかなと思ったんですけど、ちょっとしたらねちょっと待って、ここに座っていらしたんですけど、ここでサンダルを脱いで本棚みたいなやつからこの椅子で、椅子からこの何冷蔵庫の上、冷蔵庫の上からこの上のね部屋に上がっていきました。すごいびっくりした。こんな感じで、はい、台所があってテーブルがねこんな感じで、はい、あります。私は今回ねミョンポッキーを頼んだので、はい、ちょっと待ってみたいと思います。じゃん、まずこちらがミョンポッキでございます。ミョンポッキっていうのがラッポッキ的な感じなんだけど、でもラッポッキはこんなスープが多くなくてラーメントッポッキって感じかな。そして具材がおでんとトックップのトックですね、お餅でラーメンの麺が入ってます。
美味しそう。そしておかずがね、キムチです。これで、5,550円ぐらいですね。じゃあ食べていきたいと思います。ご飯も行くんだね。じゃあいただきます。スープ、ラッポッキとは全然味が違う。ラッポッキは基本的にトッポッキのスープに麺が入ってるけど、これはなんだろう、ラーメン味が強いって言ったのかな。不思議な味がする。金箔の中に入れる卵焼きの、ラッポッキとは全く味が違う。本当にニョンポッキってラッポッキをなんかそういうふうに呼んでるのかと思ったんだけど、スープ自体が本当にラーメンとトッポッキの中間みたいな感じです。甘辛でどっちかというと辛いのが強いかな。最近これ8000円とかするとこ多いよね。で、日本分餃子なんて1万1000円だし、でこれめちゃめちゃ安いと思う。日本分餃子が6000円だよ。でキムチがめちゃめちゃ美味しい。ここで食べるキンパクとかって本当に家庭的なキンパクだと思う。それ、キンパパのサブスだよ。ね、超ローカルキンパ。残念。チェーン店じゃないキンパです。
食べてよかった、追加してよかった。オリジナルのキンパ久しぶりに食べたんだけどめっちゃ美味しいわ。今日やばくない？朝から麺食べて、お餅食べて、ご飯食べて、炭水化物祭りですよ。半分だけ食べて持って帰ると思ったんですけど、全部食べちゃった方がいいよね。잘먹었습니다여기8,500원맞죠 예, 예, 예여기서가게하신지얼마나되셨어요34년째요 와, 와진짜오래하셨네요김밥진짜맛있었어요저일본이요일본네한국사람이랑결혼해가지고지금한국에살고있어요먼데서도신기네 네맛있었어요일찍좀나왔어요네오늘한6시쯤에나왔어요네아감사합니다 감사합니다네수고하세요잘먹었습니다はい、ということでごちそうさまでした。いや本当私はその麺ポッキーだけを食べるつもりで来たんだけど、キンパの準備してるとこ見たらさ、もうなんか食べたくてしょうがなくて、もうなんかね頼んじゃった今日もう朝から3大炭水化物、麺、お餅、それからご飯食べてしまいましたね。あーでもかなり満足です。満足と満足。いや最後に聞いたんだけどね、43年目、すごい長く、はい、お店をやっていらっしゃる方で、こういうお店はなくならないでほしいですね、まあ、とりあえずすごいなんか久しぶりのローカルな、はい、本気のキンパを食べました。美味しかった、ということで今ね9時なんですけれども、今日もね、はい、カフェに行って、はい、行きたいと思います。でここチョンロサンガとかチョンロオガとかここら辺って結構なんかローカルっぽくておしゃれとは程遠いみたいな雰囲気あるじゃないですか。でもなんか今日そのカンジャン市場の近くでおしゃれっぽいカフェを見つけましたので、今日そこにね行ってみたいと思います。チョンロオガ駅を基準にカンジャン市場側じゃなくて反対側なんですよ。だから道案内は、チョンロオガからしていきたいと思います。それではね、はい、食後のコーヒータイムでございます。でこちらがチョンロオガ駅の2番出口になります。で2番出口から出たらずっとひたすらまっすぐです。本当にずっとずっとまっすぐ。あこういうところなんかもう韓国っぽくて大好き。かわいいあ鳥もいる。今日はね30度ぐらいまで上がるらしい。暑い。じゃん。じゃあはい、こんな感じでまっすぐ来るとこちらになります。緑のこの看板目印なんですけれども、スペース、なんて読むんだろう、こうなんだろう、とりあえずここに入りますね。なんか嘘じゃない？わあ。オレンジラテが行く왼쪽이에요？あ、オレンジ쪽이에요？갈색깔입니다。ああ、お、オレンジヨーグルト하나주세요。こちらが、オレンジヨーグルトです。じゃん。下にオレンジのこういう果肉が入ってて、上にオレンジが、スライスオレンジが乗っかってて、この真ん中はオレンジヨーグルトです。午前9時半なのでめちゃめちゃ暑い、はい、ということでじゃん、オレンジヨーグルトです。
ヨーグルトが若干バニラみたいな甘さする。美味しい。大成功っぽい。韓国のカフェってハリースとかスタバとかトゥーサンフェイスとかは朝からやってるのが多い。チェーン店は朝からやってるとこが多いけど、こういう個人カフェって大体11時とか12時とかなの。でもここは朝8時からやってるから、朝ごはん食べてちょっとおしゃれなカフェ行きたいって時に寄ってもいいし、ジョンロの中でおしゃれな声ちょっと広いっぽい韓国っぽいカフェに行きたい時に来てもいいと思う。あと今日は私さすがにお腹いっぱいだから食べないけど、スコーンだったりとかフィナンシェとか、あとケーキもね何種類かあります。ジョンロってさ、なんとかダバみたいな昔ながらのこう喫茶店みたいな感じなのしかないと思ったんだけど、こんなちょっとおしゃれな、ね、カフェがありました。はい、ということでごちそうさまでした。いや今日朝からね、ローカルな、はい、フィンシッチということで、久しぶりに家庭的なキンパって言ったらいいの、キンパプチョングとかそういうなんかチェーン店とかのキンパじゃなくて、まあ、キンパプチョングも人が作ってるんだけど、こうなんかわかる、人が作ってくれたなんて言ったらいいんだろう、親戚とかお母さんとか、まあ、私日本人だけど、なんていうの、こうわかるでしょ、みんなわかってくれると思うんだけど、なんかそういうキンパを食べましたね。でなんかやっぱキンパプチョングとかでキンパ食べるときってチーズキンパだったりツナキンパとか、なんか普通のオリジナルのキンパってあんまり食べなくなっちゃって、今日久しぶりにねオリジナルのキンパ食べたんですけど、なんかこう具材の味がしっかり感じられるんだなと思って、美味しかった。なんかやっぱり長くさ韓国にいると忘れちゃうなって思うんだけど、昔思い出すとさ、私韓国の歩いててなんかこう看板にハングルが書いてあるだけ楽しかったんだなと思って、だから初めてローカルのお店入った時とかもすごい感動したし、そういうのをねちょっと大事にしていきたいなと思いますね。はい、ということで今日は超ローカル店で食べる朝ごはんと朝カフェの動画でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クロムオヌルンヨビカチ終わり。